あのさ、ルールにのっとって集めたんですかね。私はここの支配人でもある。私が勝つことがここのルール。なりふり構ってられないんだね、どっちのさえさんも。お客様がお帰りみたい。お帰りはてめえだ、クライナー。全部こうの方が面倒はなくていいぜ。冗談でしょ、お姉ちゃん。否定してよ、まこちゃん。この程度で私に勝ったなんて思わないことね。支配人フロアにまで来れたら多少は認めてあげなくもないけれど。人の生涯を左右する裁判をギャンブルだなんて、サエさんの口から聞きたくなかったな。お姉ちゃんは歪んでる。早く止めないと。そうだよ、まだ先は長いんだし。もたついてる暇ないぞ。支配人フロアとか言ってたな。誠の姉ちゃん、きっちり改心させてやろうぜ。おう、どけよ。この先はハイレートフロアでございます。アポはございますか。どけっつってんだろうが。騒ぐのまずいよ。アポはございますか。ハイレートフロアとやらに行くには何か条件があるらしい。コイン取ってきてんのに。きっとお姉ちゃんの認知に関係してること。想像つかないね。認知か。つまりサエさんが僕たちのことを入っていいやつって思えばいいんだね。このカジノって現実だと裁判所なわけだから、あそこはきっと関係者以外の立ち入りが制限される場所、法廷ってとこだろうな。さすが名探偵。認知世界の仕組みをもう理解してる。俺だってあんなもんだったよな。龍二には本当苦労したぞ。モナの説明が下手だったんじゃね。でも法廷になんてどうやって入るの。
リュウジがなんかやれ。やんねえよ。傍聴人になればいいけど、お姉ちゃんも出席する裁判をどうやって探せば。それなら心当たりを探ってみる。都合がついたらみんなに連絡入れるね。ここは一旦解散だね。じゃあまた法廷で。それじゃあそういうことで、じゃあ行こうか。今回は絶対に失敗できないから、慎重にことを進めた方がいいな。明日裁判を傍聴したらそのままパレスに向かうぞ。許せないね。おい、さてと。ほう、自然と身が引き締まってしまう。よく新島さん、こんな厳粛な雰囲気をカジノだなんて思えるよね。あのできる女オーラ満載なのが誠のお姉ちゃん。うん。つか、この裁判って何やんの？ある議員の政務活動費の使い込み。それ雑誌で見た。愛人と温泉旅行。つか議員って金あんだろうによ。使い込みまでして遊びてえのか。人の金で遊ぶって根性がダメすぎる。でもこんな言い方ちょっと変だけど、新島さんって私たちの捜査で忙しいんでしょ？こんな裁判なんてやってる暇あるの？捜査指揮拝命前からの裁判らしい。普通なら他の検事に引き継いでもらうけど、紗英さん完璧主義なとこあるからね。てか、どうやって新島さんに気づいてもらうの？連絡とかした？メッセージ読んでくれてないみたい。作戦はあるのか？別に。そのうち気づいてくれるでしょう。あれは学生が多いと思ったら明智君に。そういえば来るってメッセージが届いていたような。まあ今はどうでもいいことね。ほらね、そろそろ始まる頃だね。よし、新島に我が輩らが裁判所の立ち入りを許されたことが伝わったな。これで拝礼となんちゃらに入れるはずだ。裁判が終わったらパレスに直行するぞ。
出てくんなっつの。仕事の時間だな。さあ、今日もやってやろうぜ。ここからどうするの？分かったわ。この先石発見。これで石は二つ目だ。探索も順調そうだね。実感できる戦いだったわね。宝箱発見ね。
るほど。この先シャドウがいるよ。気がする。セーフルームだね。休んでいこうか。